オーダーメイドされたこちらのワンピース。素材には大島紬の生地が使われています。リメイクされ受け継がれていく鹿児島の伝統工芸品大島紬の新たな魅力とは。こんにちは。こんにちは、どうぞ。失礼します。はい。あ、たくさんあるんですね。はい、大島紬だらけです。これ全部大島紬なんですか？はい、大島紬になります。訪ねたのは、鹿児島市高麗町にある大島紬のセレクトショップしおり。今年1月にオープンしたこちらのお店では、大島紬を使ったリメイク服を販売しています。今からの時期ですと寒くなってきますので、こういった形でマフラーの裏にボアが入ってるマフラーとかっていうのはプレゼントにもよく喜ばれますね。あとも女性でしたらこうワンピースですね、私も着てますが、いろんな形のデザインを作ってますので、ワンピース、あとスカートですね。男性ですとジャケットが一番人気にはなってきています。他にもバッグやカチューシャなど大島紬で作られた商品が並んでいます。またお店では大島紬を使ったオーダーメイドのリメイクを注文することができます。シミや汚れがあっても綺麗な部分の生地を使い、アクセサリーなどにリメイクできます。うちにいらしたお客さんで一番驚かれるのは、大島紬がこんなに種類があるんだっていうのはびっくりされます。どうしても泥とか地味なイメージがある方が多いので、これも大島紬ですかって言って聞かれることは多いですね。2017年から2年間、大島紬クイーンとして活動をしていた浜畑さん。広報活動を続ける中で感じたのは、親から譲り受けたり、自分で購入したりした大島紬の多くがタンスに眠っているという現状でした。せっかくの思い出があるものが何千円かで終わってしまうのは悲しいなと思いますので。リメイクの大島紬を着てカフェで働いていた際、同じものが欲しいという声を受けて始めたのが、大島紬を普段使いできる洋服にリメイクすることでした。今年1月のオープン以来、リメイクした大島紬はおよそ70点。着物という格式高い雰囲気を一新し、普段使いしやすいと利用者からは好評です。鹿児島市で飲食店を営むこちらのご夫婦が着ている洋服も、浜畑さんのお店でリメイクした大島紬です。着物の持ち主に見てもらうっていうのも多分すごくいいんじゃないかなと思います。ご主人のお母さんから譲り受けた大島紬をジャケットなどの洋服にリメイクしました。でも本当に喜んでましたね。やっぱ自分が大事に着てたものを、本当に息子に着てもらえたっていうのがやっぱり一番の喜びだったと思います。男性の方でもまた形を変えて引き継いでいけるっていうのは、そうですね、本当に男女関係なく形変われるので、そこは素晴らしいと思います。サイズはもう本当に自分の体に合わせて作ってあるので、すごく着心地もいいですし。女性用の着物に仕立てられていた大島紬も、洋装にすることで性別を問わずに着ることができます。これもリメイクの魅力の一つ。こっちは息子だからお母さんの着物は使えないじゃないですか。で、私は母とは背丈が違うので、その体格的にちょっとっていうのもあったんです。素材としても素晴らしい素材なので、再利用していく価値っていうのはすごい高いと思います。さらに若い世代にもその魅力が広まっています。鹿児島大学4年の桜井咲さんもその一人。こんな風にカジュアルな形であるっていうのは驚きました。
9月に東京で行われたエシカルファッションショーに出演。その際選んだ衣装が浜畑さんのお店でリメイクした大島紬のワンピースでした。 SDGs の広がりを受けて最近注目されているのがこのエシカル。人、物、環境に配慮した消費活動が行われることを指します。どうせ東京でエシカルファッションショーに出るんだったら鹿児島のエシカルなものを紹介したいと思ったので、それで何があるかなって考えた時に、鹿児島の伝統工芸品である大島紬であって、なおかつリメイクの お洋服なので、もうこれだと思ってまあそもそも大島紬というものを初めて見たっていう方が多かったので、他のモデルさんたちがすごい素敵、私もそれ欲しいって言ってくれたので嬉しかったです。今後若い世代の人にももっと大島紬のリメイク服を着てもらい、鹿児島の伝統工芸品大島紬の魅力を受け継いでいってもらいたいと浜畑さんは話します。破れるまで着た方がね、生地も喜ぶんじゃないかな。その一部が何か形として継がれていくっていうのはいいなと思います。親から子へ、世代を超え、形を変え、その思いを紡ぎます。